日本茨城県森谷市久保家級久保家級4丁目久保家級2丁目久保家級は茨城県森谷市の地名1丁目から4丁目まである土地区画整理事業により留宅大仙神殿の一部から新設された郵便番号は302-0104森谷市北部上層ニュータウン北森谷地区の北東部に位置する閑静な住宅街である北部は 上層ニュータウンキヌの大地区と接し、地区の境に小川の流れる遊歩道、せせらぎの工事が整備されている。南部は新森屋の駅前へ通じる北森屋地区のメイン通り、地域の西部は上層ふれあい道路が通る。一丁目に、久保家急交番、森屋市文化会館、伊藤ハム中央研究所、二丁目にサンテラス森屋がある。東、南は、 五所家宮、西は、正木台、北は、つくば来式布の台と接している。住宅地の地価は、2014年1月1日の、工事地価によれば、久保家宮2丁目10番2の地点で78,800円、平方メートルとなっている。元は、龍宅、大仙神殿の一部で、山林を中心とした地域となっていた。 1949年6月になると、満州より引き上げてきた、第8州開拓団により入植が行われ、地域の大部分は、新興開拓地域、祖十代へと変貌した。その後、日本住宅公団によって、ニュータウン開発の計画が浮上し、1972年末までに、祖十代住人の立ち退きが完了。その後、区画整理事業が行われ、 1982年に、上層ニュータウン北森屋の町開きが行われ、その後は、住宅街となっている。蘇十代の名は現在では、北森屋遊歩道の、蘇十代歩道橋にその名が残るのみである。従前の大技、流宅の小技に、窪がつくものが複数あったことによる。また、第八州開拓団開発地の名称、蘇十代は、 1949年当時の北相馬、地方事務所主事の命名による。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、関東鉄道上層線森屋駅から新森屋駅、小木根駅、北森屋公民館などを結ぶ路線バスが地域内を走っている。路線バス地域内には、 久保家休一丁目、龍宅公園、久保家岡東、久保家休三丁目、蘇十大歩道橋、久保家休、せせらぎの工事、御所家休、文化会館前の9つの停留所がある。また、地域内の一部のバス停留所は、当初の名称より変更が行われている。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。AB 平成29年の人口上住人口町長、別。森屋市。2017年8月24日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査。ありがとうございます。